ダニエル・ソランダー、ダニエル・ソランデルと名付けられた。グレートバリアリーフで船が損傷し、現在のクックタウンに1週間ほど滞在した際には、オーストラリアの植物コレクションを制作、記述するのに協力した。これは後に、バンクス植物図譜の基礎となった。1771年に帰国した後は、バンクスの秘書兼司書として、ロンドンのソーホースクエアにある彼の自宅に住み込んでいたが、翌1772年には再び、バンクスと共に、アイスランド、フェロー諸島、オークニー諸島への航海に出ている。1773年から1782年にかけては、大英博物館自然支部管理者を務めた。また、バンクスと共に太平洋航海で収集した膨大な植物、動物標本などをもとに植物図譜の制作に従事した。彼が考案した図面や文書、植物標本などを保存するための本型の箱、ソランダーボックスは現在でも図書館などで使用されている。1782年5月16日、脳梗塞により、ソーホースクエアのバンクスの家で死去。49歳。ニュージーランド南東沖にあるソランダー島や、ロンドンの東の外れにあるソランダーガーデンは、彼の名から命名されたものである。また、南極部中のNothofagus solandriのように、学名に彼の名が献名された植物も多い。ソルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ダニエル・ソランダーを示すのに使われる。ありがとうございます。